はい、今日からですね、1週間私がどんなものを食べてるかっていうのをレポートしていこうと思います。結構よく聞かれるんですけども、先生そんなに気にして毎日毎日食事大変だねとかですね、いろいろ聞かれるんですけども、実際そんなことないよっていうのを知っていただければというふうに思います。で、まあどんなところに気をつけてるかっていうのも、まあその時その時でお伝えしていただければと思うんですけども、今日のメニューですね、今日のメニュー、夜ご飯、今日はちょっと時間が遅くてですね、8時15分ぐらいになってます。本当は8時ぐらいに食べ終われるのがベストではあるんですけども、まあこんな日もありますよっていうところですね。へーでしてね。はい、でですね、まずはピーマンと、塩昆布ですね、そしてしらすも入ってます。そしてごまですね。もう素晴らしいですね。これで孫は優しいの、まあいろいろ取れてるわけです。はい、孫は優しいがわからない方は私の動画をくまなくチェックしてください。どっかで喋ってます。これは鰹節とかをかけてくださってるんでしょうかね。これアマニ油はかけていただけましたか。姫かけてない顔をしてますので、後でかけておきましょう。こんな形で、まあサラダだったり、まあ前菜類にそう、音入ってませんかそれ大丈夫まあいいけどっていう感じに、ここでアマニ油をぶっ込んでいこうと思います。で、味噌汁ですね。はい、これがね、結構味噌なんです。こういう、なんでしょう、これなんだっけ、これとろろとかっていうのはポンって入れちゃえばこれだけで、海藻類とかって取れていくので、こんなのをストックしておくとすごい楽だったりしますね。あとはこれ、妻のすごい素敵なとこなんですけど、だしで取ったね、昆布とかをこうやって細かく切っちゃってそのまま食べちゃうと、こういうのができてくると簡単に取ることできるので、でね、すごくいいかなと思います。で、まあ主食はあれですね、今日は丼物、珍しいですね。ひき肉、なすび、玉ねぎの丼物と、素晴らしい美味しそうな料理かなと思います。こんな感じが今日の1日目ですね。2日目以降もまあお楽しみにしてください。はい、2日目になります。昨日つまりですね、自分の料理全世界に発信されるのって嫌じゃないのって聞いたらですね、めっちゃ嫌だって言ってました。はい、なので、批判誹謗中傷は NG でお願いします。今はですね、2日目のお昼11時ぐらいですね。お腹が減ったのでそろそろ食べようと思います。朝ごはんはちなみに食べてません。朝ごはんは抜いた方がいいですよっていうお話は再三してきましたので、実際に私は朝ごはんほとんど食べません。週に1回ぐらいかな、朝ごはん食べる機会がしょうがなくあるので、そこでは食べたりもしますけれども、ほとんど食べないですね。で、お昼は何してるかというと、これです。昨日のですね、ナスとひき肉の丼に、これちょっとコツなんですけれども、昨日と同じ丼なんですけども、このタッパーに入ってね、ちょっと違うのはチーズをちょっとかけてみたりとか、一味をかけてみたりするとですね、自分の中で全く違う料理に置き換わりますので、ぜひね、こんな感じでまあ作り置きとかでも工夫して気分転換をしながら、簡単に料理を食べていくといいかなと思います。これをやると、まあどっかコンビニとか外食とかをしなくても済みますので、こんな形で切り替えてやってください。はい、2日目のおやつですね。お昼が少ないっていう意見がありそうですけれども、実際にですね、ちょっとお腹が減ってきましたので、おやつも私食べます。普通にこんなかぼちゃあんパンですね。かぼちゃあんパン、ただこれをちょっと言うと、やっぱり信頼できるところ、いいところで買ってます。はい、こういうかぼちゃあんパンとかもコンビニとかではあんまり買わないようにしてますね。おやつはこんな感じ。普段普通におやつも食べます。はい、はい、2日目の夜です。今日はですね、妻がいろいろやってくれたんですけども、鮭のムニエル、そして野菜類で、お豆腐とキムチで、昨日のお味噌汁ですね。素晴らしい、今日もとっても美味しそうな料理なんですけども、今日お話したいのはエゴマ油とね、この
アマニ油とかの話をちょっとしようと思います。この辺は加熱することはなかなかできないので、加熱したらあんまり良くないからこういう生のお野菜にかけていただきたいんですけど、結構えぐさがあるので妻はですねこのエゴマ油とかをかけるようにしてます。こっちはちょっとアマニ油はえぐみが強いので僕はこれをよく食べるんですけども、妻はこのエゴマ油、シソ科のエゴマ油っていうのを取ったりもしてますので、あとはもうちょっとこのエグさが苦手な方はこのエゴマ油を使って生野菜とかにかけて食べるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、2日目の夜ですね、今4時15分なので、まあ、8時までなら、いっぱい食べても大丈夫かなっていうところが、私の中にありますので、こんなですね夜食じゃないですけどもクラッカーに母からもらったオニオンマスタード北海道野菜のディップ、はい、これをつけて余った貝割れ大根を乗っけてですね食べようと思います。こんなことも意外とやってたりしますので、はい、まあ、ご参考になるかどうか分かりませんけども、はい、以上です。はい、3日目のお昼ですね、またやっぱり例によって朝ごはんは食べずに、今12時ぐらいですね、ちょっとお腹も空いてきたのでお昼を食べようと思います。今日のお昼はですね昨日の残りの貝割れ大根とレタス、そして鮭のムニエルですね、鮭のムニエル昨日の残りです。はい、そしてお弁当、これが私が以前作ったチャーハンですね、チャーハン、で今日これお伝えしたいなと思ったのがこういう切り干し大根とかをですね妻が作ってくれるんですけども、これを冷凍してですねこうやってあの小分けのパックに入れて冷凍してくれるんですね。なのでこのお弁当を作るのはですね今日妻は所要時間はだいたい30秒ぐらいだったかなと思います。そんな形で作り置きとかを、冷凍しておくとものすごくですね効率よく、そして栄養もちゃんと取れてっていう形になりますので、そういうのも参考にしていただくといいかなと思います。3日目の夜ですね、今日も美味しそう、はい、めちゃめちゃパジャマでオフモードですけれども、今日は何ですか、これはズッキーニとほうれん草、小松菜、小松菜ですって。あとは豚肉のなんて言うんですかね、これは炒め物なんかあんまり食べたことないやつですね、美味しそう。あとさつまいもの田楽、なんでしたっけこれ大学芋みたいな、大学芋風さつまいも、美味しそう。いや食物繊維たっぷり、やっぱ美肌効果もたくさんありますしね。でお味噌汁っていう感じですね、美味しそうですね。はい、まあこんな感じが今日の夜ご飯かなと思います。また明日お会いしましょう。はい。